ジョン・フレッチャーは、ジャコビアン時代のイングランドの劇作家。ウィリアム・シェイクスピアの後を受けて、国王一座の座付き作家となった。当時としては多作かつ影響力の大きい劇作家だった。存命中並びに、王政復古初期には、シェイクスピアと並び称された。しかし、その後は、次第に忘れられ、現在では、エリザベス朝時代から、 大勢復興期への移行期の人物として知られるに、とどまっている。フレッチャーは1579年12月、サセックスのライに生まれた。父親のリチャード・フレッチャーは、野心的かつ成功した聖職者で、エリザベス一世の従軍牧師や、ピーター・バラ大聖堂の主任司祭、ブリストル主教、ウースター主教、ロンドン主教を歴任した。ホザリングエでのスコットランド女王。 メアリーの処刑の時、リチャード・フレッチャーは、処刑台の階段にひざまずき、大きな声で、長々と祈り始めた。間延びした喋り方と、修辞的なスタイルで、まるで歴史のページに、自分のやり方を刻もうと決めたかのようだった。女王が死んだ時にはこう叫んだ。女王のすべての敵は、死ぬがいい。女王が反対した、結婚のことで女王に厭われた。 直後の1596年、リチャード・フレッチャーはこの世を去った。リチャード・フレッチャーには、かなりの負債を残していた。ジョンはじめ8人の子供たちは、詩人で小役人だったおじのガイルズ・フレッチャーに、預けられた。パトロンだったロバート・デバルーの無本の後、おじの骨はプラスどころかマイナスになったようである。1591年、ジョン・フレッチャーは11歳で、 ケンブリッジ大学のコーパスクリスティカレッジに入学したようである。学位を取得したかについては定かではないが、教会で働けるようになったことを示唆する証拠は残っている。大学時代のことはほとんど知られていないが、大学祭人たちが辿った道にフレッチャーが続いたのは明らかである。1606年、フレッチャーはチャペルロイヤル少年劇団の作家として続いて、 ブラックフライヤーズ座の上演で頭角を表した。ボーモントフレッチャーの1647年の二折り版の中のリチャード・ブルームの因文による推薦の字はフレッチャーをベン・ジョンソンの劇団にいたとしている。ジョンソンのウィリアム・ドラモンド・オブ・放送音伝へのコメントもこの主張を裏付けているがいつから進行が始まったのかは分かっていない。フレッチャーの作家歴の始めは フランシス・ボーモントとの共作だった。二人は十年近く、最初は少年劇団のために、その後は国王一座のために一緒に仕事をした。ジョン・オーブリーの伝える伝説によると、二人はバンクサイドに共に暮らし、着るものは共有し、家の中に二人の間の一人の娘がいたという。この家庭内取り決めは1613年のボーモントの結婚で終わりを告げた。 劇作のパートナーシップはおそらく同じとし、ボーモントが病気にかかった時に終わった。この頃には、フレッチャーの活動は、国王イチザとの緊密な関係に移行していた。シェイクスピアとヘンリー・パッセイ、二人の寄稿し、そして失われたカルデーニを合作したとされている。この時期、フレッチャーが単独で書いた作品には、ジャジャウマナらしの続編にあたる。 女の勝利またのナジャジャウマらしが鳴らされてがある。シェイクスピアの死後は、フレッチャーは国王一座の専属座付き作家となったようである。その時から死ぬまでの9年間、フレッチャーは国王一座のためだけしか作品を書かなかった。しかし、単独で書くだけでなく、ネイサン・フィールド、続いてフィリップ・マッシンジャーと合作も続けた。マッシンジャーはフレッチャーを継いで、 国王一座の雑記作家となった。フレッチャーの人気は存命中続いた。1621年の冬には、フレッチャーの3本の芝居が宮廷で上演された。フレッチャーは1625年にペストで亡くなった。8月29日にサウスウォーク大聖堂に埋葬されたが、正確な埋葬場所はわからない。一つの墓をフレッチャーとマッシンジャーのものと示す。 アストン・コカインによる言及がある。フレッチャーが得意とした分野は、王政復古期のチャールズ一世の知性に、劇作家たちに強い影響を及ぼした悲劇と、風習喜劇だった。フレッチャーは作家を始めた初期に、大きな失敗をしている。ジョバンニ・バッティスタ・ガリーニの同盟の劇を本案した、忠実な女羊会で、1608年に、チャペルロイヤル少年劇団によって上演された。 印刷された本の序文で、フレッチャーは失敗は観客の誤った期待のせいだと説明した。観客は伝統的なステレオタイプで描かれた羊飼いと踊り笑い、殺人を呼び物にした牧歌的悲劇を期待したのだが、フレッチャーはそうせず、羊飼いに灰色の街灯を着せ、紐で繋いだ犬は省略した。フレッチャーが劇の序文の弁明で、 悲喜劇を次のように端的に定義したことは有名である。悲喜劇とは、浮かれ騒ぎや殺人の点からそう呼ばれるものではなく、悲劇には満たないし、悲劇には満たないがそれに近いものを望む点からそう呼ばれるのである。フレッチャーが言い続けた悲劇は、ありふれた人々の描写でなければならず、序文では、 自然の性質に背く行動をする登場人物を目玉とした劇に批判的だった。フレッチャーは観客が理解できるのを待たず新しいスタイルを進展させたようである。しかし1609年には自分のペースを見つけた。ボーモントと一緒に国王一座のために書いたフィラスターのヒットでフレッチャーと国王一座の間の有益な関係が始まった。フィラスターは また、悲劇を流行らせたようでもある。フレッチャーは、シェイクスピアの後期ロマンス劇の特徴のいくつかや、他の劇作家たちの悲劇作品に影響を与えたと信じられている。1610年代中頃には、フレッチャーの芝居は、シェイクスピアと並ぶ人気を獲得し、ジャコビアン時代のロンドンで国王一座の優位性を高めた。1616 16年のボーモントの引退と、 創生以後も、フレッチャーは単独であるいは共同で1625年に亡くなるまで作品を作り続けた。フレッチャーは50本近い戯曲にその名を残し、そのほとんどが1642年の劇場閉鎖まで国王一座の主たるレパートリーとなった。イングランド共和国の時代、劇場が閉鎖されている間、多くの劇作家たちの有名場面がドロールとして生き残った。 1660年に劇場が再開された時、フレッチャーの聖典の儀曲はオリジナルであるいは改訂されてイングランドの劇場でよく上演された。最も頻繁に再演されたのは風習喜劇の発展したテイストを連想させた。悲劇ではザメイド、エストラジェリーとローロ・デューク・オブ・ノルマンディが劇場にかかった。人気の4つの悲劇は 英雄劇の前兆とも言えるものだった。喜劇では、ルール、エイワイフハバワイフ、ザ・チャンセイズ、ベガーズ・ブッシュ、とりわけ、ザ・スコーン・フル・レディが人気があった。その頃はまだ、シェイクスピア作品や新作と並ぶ人気だったが、次第に人気がなくなっていった。1710年頃になると、シェイクスピア劇の上演回数は増え、18世紀の終わりには、 フレッチャー劇の上演は確実に少なくなった。1784年、トマス・デイビスは今劇場にかかるのは、ルール、A ワイフとザ・チャン・セズだけだと言った。1世代後になると、アレキサンダー・ダイスはザ・チャン・セズについてしか言及していない。以降、フレッチャーと合作者たちは、電気作家、評論家の研究のテーマとなっても、再演されることは稀になってしまった。 フレッチャーの聖典の作者の認定は困難である。フレッチャーは定期的に幅広く合作した。最も合作が多かったのはボーモントとマッシンジャーだが、それ以外にもネイサン・フィールド、シェイクスピアなどがいる。ボーモントとの初期の合作作品は後にマッシンジャーによって改訂され、解明をより複雑なものにした。英文学の研究者、学生たちにとって幸運だったのは、 フレッチャーはかなり独特の特徴を持っていたことだった。例えば、しきりにゼムをエムと書いた。他にも独特の短縮型を用いた。さらに、標準的なご捕獲修行に6番目の強制のある音節を加えた。他にも様々な独特の癖、この選択があった。こうしたフレッチャーのパターンを調べることで研究者たちは、 フレッチャーの聖典の混乱を高い確率で見抜くことを可能にした。1647年のボーモントフレッチャーフォリオのファーストフォリオには35の擬曲が収録されていて多くはそれまで未出版のものである。1679年のセカンドフォリオにはさらに18の擬曲が追加された。ファーストフォリオに収められたザマスク・オブ・ザイナー・テンプルグレー。 エスインとセカンドフォリオに収められたヒーナイト・オブ・ザ・バーニング・ペッセルはボーモントの単独作品と考えられている。他にもセカンドフォリオにはシェイクスピアとの合作二人の貴公子やジェームズ・シャーリーのザ・コロネーションが収められている。ありがとうございます。